静岡市清水区のラーメン店です。いただきます。じゃあまずちょっとスープからいただきます。わあ、想像よりもだいぶあっさりしてますね。そうですね、こっちもこってりじゃなくて、本当最後のスープ一滴まで飲み干せるように仕上げております。この店のラーメンの美味しさを引き立てる背脂が今高騰しています。この背脂は、はい、安かった頃に比べてどれくらい上がってますか？そうですね、昔150円くらいだったんですけど、今はもう倍近く上がってますね。結構厳しいですね。こちらの店では背脂の仕入れ量を抑えることでロスをなくし、無駄なく食材を使い切る対策をしています。ただその対策だけで仕入れ値の値上げ分を補填できるわけではありません。いや、正直本当はしたくないですね。ただやっぱやっていかないと店が続かないっていうのがあるので、まあ、本当に苦しいですけど、やらなきゃならないかなと思ってます。値上げの波は私たちに身近な商品も。静岡市駿河区のイタリア料理店ではパスタなどに欠かせないオリーブオイルが高騰しています。もともと使ったオリーブオイル比べるとやっぱり今それ同じものであれば、まあ、2倍とかになってしまっている状態です。品質を落とさないように探している状態でも今 1.5 倍ぐらいになってます。なかなか辛いっていうのが正直なところで。オリーブオイルの高騰だけでなく、パスタの麺や乳製品などほとんどの仕入れ値が 2,3 年前と比べ2倍以上の値上がり。すべての食材で品質は落とさず価格を抑えられるようにと他の商品を探しているものの、努力には限界があります。ちょっとね、僕ら結構頑張ってるんですけど上げないように、ちょっとね、ここまで来ちゃうとどうしてもね、少しお客さんにもちょっと協力していただいてという形にはなると思います。はい、帝国データバンクによりますと、今年の値上げの品目数は去年と比べおよそ 1.5 倍から2倍に増加していて、早ければ9月に去年の品目数を上回るほど、10月には5000品目以上の値上げが控えていて、年間では3万品目超えが予想されています。静岡市内のスーパーでは値上がりする商品にもお得な工夫をしていて、値上げ疲れの客を癒す取り組みをしています。これはカレー売り場です。7月には値上げすぎますね。今日はね、あのカテゴリー割引といって、もうカレールーが今日は 10% 引きとなります。わあ、これは嬉しい。まあ、1週間のカレンダーがございまして、お買い得情報ということで定期的にやっております。特売は他にも。毎週水曜日と土曜日に、まあ、対象商品ですが、まあ、3割引きをやっております。ただ、ね、値上げしただけだとね、お客様がやっぱ購買頻度が下がってしまいますので、こうやって特売日を設けることでたくさん買っていただくということ。去年を超える熱気を帯びたこの夏の値上げ、提供する側の工夫をうまく利用して乗り切る必要がありそうです。